ハイドパークコーナーの北側に立つウェリントン、公爵騎馬像は、初代ウェリントン公爵、アーサー・ウェルズリーを記念する像の一つである。ジョセフ・ウェドガー・ベームによる銅像で、1888年に、除幕された。像は、ハイドパークコーナーの北側、ウェルズリーのロンドンの邸宅である、アプスリーハウスに面して立つ。戦闘中の姿を示したもので、ウェルズリーは左手には手綱を握り、 右手に望遠鏡を持って、アイバコペンハーゲンにまたがっている。像が据え付けられている台座は、一方の側には、ウェリングテンの文字が、もう一方には、1769,852の文字が刻まれている。台座には、アバディーンシャーのボダム郊外にある、スターリングヒル採石場から切り出された石が、基部には、アバディーンのルビスロー採石場から切り出された石が、 それぞれ用いられている。台座の四隅には衛兵を表す像が配され、それぞれグレナディアガーズ、スコットランドハイランダー兵、アイルランド隆騎兵、ウェールズフュージリア連隊の兵を表している。これらはウェールズリーの指揮下で戦った部隊である。像が立つハイドパークコーナーは、デューク・オブ・ウェリントンプレイスの名もあり、ウェールズリーを記念する建造物が集まる地域である。像のすぐそばには、 ウェリントンアーチがあるほか、隣接するハイドパーク内には、ウェリントンモニュメントがある。ハイドパークコーナーには、以前、マシューコーツワイアット作のウェリントン公爵騎馬像が設置されていた。像が設置されていたのは、ウェリントンアーチの上で、アーチと比べて像が大きすぎるとみなされたことから、1882年から1883年にかけて像は除去され、 ハンプシャーのオールダーショットに映された。ベーム作の像はワイットの像が除去された後、1888年に代わりに設置されたものである。ありがとうございます。